とか言ったな。何かおじさんだおかしいと思ってずっと調べてたんだ。そしたら親父のいとこが見つかった。聞いてみたら親父に弟なんかいやしねえぜ。それに親父の兄さんはうーんと若い子でも死んでんだ。ケチだ、サイチだ、ね、どこで聞いたか知らねえだ。親父の遺産のままにあげるなんてとんでもねえやつだ。話してくれ。誰に親父のこと聞いたんだよ。話してくれ、話してくれ。バレたらしょうがねえだ。いやいやいや、なにな、実はな、あんた方の親父さんの友達と知り合いでな、話を聞いてるうちにあんたみたいなの腕がし、一生かかって貯めた金を無駄に使われるなんて、あんたの親父さんのことを気の毒に覚えてな。あんなと言ってこれやめてくれ。とっとと出てくんだな。もし出ていかないなら腕の一本でも一緒って表におるだすぞ。まあ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 、そうこんなさんだ。そりゃ確かにわしやおじさんとは名乗ったけど、詐欺師だなんてとんでもない。わし何にもしとらせんじゃない。詐欺師だよ。いや、やめて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 。純ちゃん、こいつに騙されてんだよ。わしは騙しとらんよ。騙しただけじゃない、好きになっただけで。騙したっていうことになるかもしれんね。なぜ無一物を追い惚れた。こんな綺麗で優しい人がわしみたいな人間に情けをかけてくれるなんてこともありえんもんね。そしたらそら騙したっていうことになるな。わしは出ていくよ。出ていきますよ。だけどな、年寄りだって恋はするもんだ。それはあんた方みたいに若い人たちにはようもわからんだろうがね、年寄りだってね。いや、年寄りの方こそ人恋しもんさ。まして若い頃女の人とろくな付き合い方してこなかったとなると、それ一度でもいいから本当の恋を知ってみたい、そう思うもんだ。女の人に優しくしてあげたい、大切にしたいってな。それはね、若い頃にはいろいろとすることがあるでしょう。でもね、年を取るとね、人のことを思う、人のことを思うことがね、一番大事なことだっていうことがよくわかるんだ。恋か恋だな。誤解のないように言っとくがね、わしと純子さん何でもありゃせんよ。宿なしのわしを止めてくれた、それだけのことだ。わしのことを憐れんで優しくしてくれた、ただそれだけだ。うそよ。何もないなんて、なぜそんな嘘を言うの。愛した、愛しちゃった。
私は落ちていく人が好きなの。夢や希望に向かって前に進んでいく人より落ちていく人が好きな。まるで恋人同士みたい。ダメだと潰れるかも。そんな弱気でどうするのよ。お金は家賃だったら一月や二月気にしないでいいわよ。少しなら貸してあげましょうか。いいよ金なんて。付き合ってくれないか。ダメ。俺は嫌いなんだ。好きじゃないの。そういうことじゃなくて、言ったでしょ、私には付き合っている人がいるんだ。そいつのことは好きじゃないんで俺には分かる。だったらなぜ俺に会いに来るんだよ。なぜ3日も開けずにこの店に来るんだよ。話してたら分かるよ。目を見たら。自分
分のことを好きかどうかくらい分かるよ。分かるんだよ。俺のこと好きかどうかだけ言ってくれ。結婚できるものでもない、そう思うことにしたわ。考えてみたらみんなそうなのよ。愛し合って結婚した人だって本当はどこかに本当もっと愛せる人がいたのかもしれない。
参りましょうか。ろうそくを消してください。どうして？ろうそくを消すときはつけた人が消さないと縁起が悪いと聞きましたから。時矢さんがお付けになったんでしょう。消してくれ。お帰りになりますか。高校出てからっていうものを俺は夢を見失ってしまったんだ。高校の野球部が県予選の準々決勝で負けて以来、俺はやりたいことが何にも見つからなかった。4対5の点差だった。ランナー行き3塁、もし俺がヒット打てば同点だった。2-2からの第5球目、俺は思いっきり打った。打球はフランクだったかに、セカンドフライだった。その時から俺は何をしてもセカンドフライしか打てないよ、そんな生き方をしてきたんだよ。十平の店に食事に来るんだって。そのためにレストランをやりたいって夢を聞かされて、なんか純平がすげえやつと思ってきたんだよ。なんて幸せなやつなんだって。いや俺は羨ましかった。だから純平の夢にサイドカーに乗るみたいに相乗りして、俺もヒットを打ちたかった。だけどやっぱダメだって。店を知る
俺に一言の相談もなし。店を閉めるなんてひどいじゃないか。前だって分かってんだろうが、どんな状態か。金がないんだ。お金なら私が用立てる。あと二月、せめて一ヶ月持ちこたえてみたら。じゃあその後はどうなるんだよ。その後はやっぱり俺なんかに店の経営なんてできるわけなかったんだ。俺給料いらないよ。店が終わってからなんかバイト見つける。私も。俺ら草野球なんかとは違うんだよ。だって私この店が好きなんだもの。みんなのことを。何言ってんだよ。そんな問題じゃねえだろ。店が好きだ、みんなのことが好きだって、そんな遊びみたいなこと言ってるから店は潰れんだろうが。俺メニューのことなんだけど、カレーとかオムライスとかスパゲティなんかやってみようかと思うんだ。それに昼にはうまくて腹いっぱいになるランチをイベントやら値段で出したりするのどうかな。風俗じゃないんだからさ。
一番だって。ある人に会社の権利を譲るってことにしたの。真面目に本気でドキアとお付き合いできるわ。ありがとう。ありがとうだなんて。私はドキアを。どこにいるの？
鉄人のごとく不死鳥のごとく蘇ったのである。私の記憶が確かならば私たちは悲劇など誰一人望んでいないであろう。さあ聖地に乗れる鉄人解けよ、蘇ればいい。Thank you.
ございました。スリーチードで、最後までグランプリされまして、今回、レストランの話でもう劇場全体を使おうってことで客席に実際テーブル出して、実際に料理出してちょっと変わったことをやってみようっていうことで、始めたんですけど、今日食事なさる方いらっしゃるかと思うんですが、実はうちの劇団の中に一人調理師免許を持っているものがおりまして、その男が3人のアシスタントを使って、この今日うちの料理すべて、作ってます。その男は何を爆笑、私です。嘘つけばいいよ。何だもんよ。彼なんです。我が総料理長吉田でしたか。どうも最近偽物が出回ってるようなんですが、私が作ってます。ですね、明日ラグビーだというのに今日、昨日新しいメニューをまた一品出しました。その一品というのが、今ちらっと話してた3名のアシスタントが中心になって考えた料理です。まだ若干残ってますので、ね、よろしかったら食べてやってください。レストランなんないですけど、この後1時間弱ぐらいレストランタイムになります。単品のオーダーとか受け付けますので、ちょっとお腹空いたなとか、ちょっとお酒飲まれる方よろしかったらご注文ください。今日もたくさんご注文いただきましてありがとうございました。6月30日から始まったんですよ、この芝居。本当に梅雨真っ盛りの頃で、その頃はね、まだ2品しかなかったんですよ、食べ物って。で、今6品まであって、さすがに彼もね、今天狗です。天狗なんですか。本当な、梅雨の頃に始まった芝居なんですよ。で、夏終わって、本当は夏で終わるはずだったんですけど、8月いっぱいで急遽ロングランになって10月終わりまで、もうまさか革ジャン着る頃までやってると思わなかったんですけど、明日ラグビーで、本当長かったんですけど、あと1回かと思うとまた違った思いがあるんですけど、とにかく明日までまた、明日1回ですけど、またいいものを作ろうと思って、またガンガンここで暴れようと思ってますし、またね、終わってまた何かあったら、また遊びに来てもらえたらなと思います。11時までなんかレストランタイムらしいんで、レストランタイムなんで、時間ある方、2階の方、本当見にくいのかすみませんでしたね。なんかもしあったら1階とか降りてきて、なんか空いてるところで好き勝手やってくださいね。とにかくとにかくきっと相変わらずな芝居やっていくと思います。また遊びに来てください。最後までどうもありがとうございました。